皆さんこんにちは。今回の動画では、OpenAI の GPT-4o に匹敵する史上最強のメタのオープンソース LLM ラマ 3.1405B 日本の美を学んだ画像生成 AI ツールエボ浮世絵とエボ錦絵、最大8秒の動画を作れるようになった動画生成 AI ツールハイパー V1.5、音声質問回答機能が実装された検索 AI ツールパープレキシティなど、ここ1週間の間にリリースされた最新の AI ツールの概要と使い方を紹介し、 Made by Google 2024で発表される Google の AI 新製品の噂、動画生成 AI クリングがグローバル版を公開予告など、 AI 関連の最新ニュースをお届けします。それではよろしくお願いします。まずはラマ 3.1405B の紹介です。メタは同社の開発するオープンソースの大規模言語モデルラマの最新バージョンラマ 3.1 シリーズを公開しました。ラマ 3.1 はラマ 3.18B、 ラマ 3.170B、ラマ 3.1405B とパラメータ数別に3つのモデルが公開され、英語やドイツ語などの多言語をサポートし、推論能力が向上し、一度に処理できるデータ量が 128K で以前の 8K から16倍となり、これまで読み込めなかった長い文章を読み込んで要約したりできるようになりました。 8B と 70B モデルは既存のモデルのパワーアップ版ですが、今回新たに追加された4050億パラメータモデルのラマ 3.1405B は主要な LLM ベンチマークで、 OpenAI の LLM GPT-4 のスコアを大きく超えていて、 GPT-4o やアンソロピックのクロード 3.5 ソネットなどの現在最高峰の性能を誇る LLM に匹敵するスペックとなっています。ちなみに今回のリリースでラマ 3.1 がサポートしているのはテキストのみですが、メタが公開したラマ 3.1 の論文によると、画像や動画を認識したり音声対話機能も開発中となっていて、将来的に画像や動画、音声も扱えるようになると思われます。なお、メタからラマ 3.1 のリリースが発表されたタイミングで、 Google Vertex AI、 Amazon Bedrockマイクロソフトアジュールなどの主要な AI プラットフォームで使えるようになりました。さらにハギングフェイスに実装されているチャット、ハギングチャット、高速 AI プラットフォームのグロック、 AI チャット4では、ラマ 3.1405B などが無料で使えるようになっており、検索 AI ツールのパープレキシティの有料版のパープレキシティプロにもラマ 3.1405B が実装されています。ラマ 3.1405B を何度か使ってみた感じでは、日本語性能もそこそこ高いと感じましたが、今後ラマ 3.1405B を日本語に最適化したモデルも出てくると思われるので、日本語でどれだけの性能を発揮できるのか楽しみです。続いてはエボ浮世絵とエボ錦絵の紹介です。日本を拠点に活動する AI 企業の魚 AI は、日本の伝統美である浮世絵を学んだ AI モデルエボ浮世絵とエボ錦絵を公開しました。この2つの AI モデルは、複数の AI モデルを効率的に組み合わせて新たな高性能 AI モデルを作る進化的モデルマージの技術が使われていて、エボ浮世絵は日本語のプロンプトを入力して浮世絵風の画像を生成可能で、風景や着物姿の人々など浮世絵の典型的な題材を高品質で再現できます。エボ錦絵は黒色などで単色印刷された浮世絵の画像をアップロードすると、浮世絵の画像をカラー化してくれます。エボ浮世絵とエボ錦絵は研究および教育目的で利用可能なモデルデータがハギングフェイスで公開されていて、ハギングフェイスで無料のデモも用意されています。エボ浮世絵のデモでは、上部のフォームに日本語のプロンプトを入力してランボタンを押せば、
浮世絵風の画像が生成され、エボニ式絵のデモでは、ここに画像をドロップの部分に単色の浮世絵画像をアップロードし、下部のフォームで浮世絵の説明文を入力してランボタンを押せば、カラー化された浮世絵画像が生成されます。ちなみにエボ浮世絵とエボニ式絵の2つの AI モデルは、立命館大学アートリサーチセンター所蔵の24,038 枚の浮世絵作品のデジタル画像を学習データとして使用しています。魚 AI はこの2つのモデルを通して日本文化への興味が深まり、多くの人々に新しい楽しみ方を提供することを目指すとしています。続いてはハイパー V1.5 の紹介です。テキストや画像から高画質な動画を作れることで人気の動画生成 AI ツールハイパーがバージョンアップして、ハイパー V1.5 となり、最大で8秒の高品質な動画を作ることができるようになりました。ハイパーはツールトップページのトライフォーフリーボタンを押して、 Discord か Google アカウントを使ってログインすれば、初回長い動画を作る際などに必要なクレジットが付与され、ある程度無料で利用できます。ログイン後のページの上部にあるテキストトゥービデオボタンを押して、下部に出てくるフォームに作りたい動画のイメージをテキスト入力し、フォームの右側にあるアイコンを押した後に出てくるポップアップ画面のデュレーションの部分で 8S を選択し、クリエイトボタンを押せば8秒の動画を生成でき、作った動画をダウンロードできます。ちなみにテキストから動画を作る以外にも、イメージトゥービデオボタンを押して画像から動画を作ったり、ビデオトゥービデオボタンを押して動画を別スタイルの動画に変換したりできます。なお、有料登録すると毎月クレジットが付与されたり、より多くの動画を作れるようになり、最上位のプロプランに登録すると動画からウォーターマークを消せるようになります。続いてはパープレキシティの音声対話機能の紹介です。 Google と ChatGPT がくっついたような機能で人気の AI ツールパープレキシティですが、新たに音声で質問すると音声で回答してくれる音声対話機能が実装されました。この機能はパープレキシティの iOS と Android アプリで利用でき、無料ユーザーと有料ユーザーの両方が使えますが、無料ユーザーは利用制限があるようです。音声対話機能はモバイルアプリ版のパープレキシティにログインした状態で、画面下部にあるフォームの右側にあるアイコンを押した後に出てくる画面で、右下の設定ボタンを押し、 AI 言語と音声認識を日本語に設定し、スマホのマイクを許可した状態でマイクボタンを押しながらスマホのマイクに向かって質問すると、パープレキシティが質問について情報源や画像を交えて日本語の音声で回答してくれます。レスポンス速度は結構速いですが、日本語の音声出力には若干難があり、今後の改善に期待です。なお、パープレキシティについてはこのチャンネルの別動画で詳しく解説していますので、興味のある方はそちらの動画をご覧ください。続いてはイメージドレッシング V1 の紹介です。中国の南京理工大学などの研究者らは、人物画像に服とポーズの画像を組み合わせて着せ替えできるオープンソースの仮想試着 AI ツールイメージドレッシング V1 を公開しました。イメージドレッシング V1 では、画像とテキストの関係を学習するクリップや、画像生成時のノイズ除去などに使われる VAE などの先進的な機械学習技術が使われていて、人物画像の服装や背景、ポーズなどを柔軟に制御できるとしています。イメージドレッシング V1 のソースコードは GitHub で提供されていて、無料のデモも用意されています。デモでは、ガーメントの部分に服画像を、フェイスの部分に人物画像を、ポーズの部分にポーズ画像をアップロードして、ユースフェイスとユースポーズにチェックを入れ、ドレッシングボタンを押すと、服とポーズを反映した人物画像が生成されます。
将来的にアパレル系のオンラインショッピングで使えそうな技術です。続いてはゴーエンハンス V2 の紹介です。動画をさまざまな画風の動画に変換してくれる動画変換 AI ツールの最新版ゴーエンハンス V2 が公開されました。ゴーエンハンス V2 では動画の出力速度が高速になり、変換時の顔の表現がより鮮明になって、動画を生成する際に補助のプロンプトを入力することができるようになったようです。ゴーエンハンスはツールトップページのトライゴーエンハンス4フリーボタンを押して、出てきた画面の右上のログインボタンから Google アカウントを使ってログインすると、ある程度無料で利用でき、ログイン後のページの上部にあるビデオトゥービデオボタンから動画をアニメ動画に変換したり、クリエイティブスタイルトランスファーボタンから動画を別スタイルの動画に変換できます。なお、ビデオトゥービデオで動画を変換する際にスタイルの部分で V2 という表記のあるスタイルを選ぶと、補助プロンプト機能が使えるようです。続いてはコーデストラルマンバとマスストラル 7B の紹介です。ミストラル AI は新たにコーディングに特化したコーデストラルマンバと数学に特化したマスストラル 7B という2つの大規模言語モデルを公開しました。コーデストラルマンバは一般的な LLM に使われているトランスフォーマーではなく、マンバという技術が使われていて、70億パラメータを搭載し、メタのコードラマ 7B などの同等サイズのモデルの中で最上位クラスのコーディング性能を誇るとしており、マスストラル 7B は70億パラメータを搭載し、数学のスコアでメタのラマ 3-8B などの同規模モデルと比べて高い性能を誇るとしています。なお、この2つのモデルのモデルデータはハギングフェイスで提供されていて、オープンソースで商用利用も可能となっています。続いてはスモール LM の紹介です。 AI プラットフォームのハギングフェイスは小型言語モデルスモール LM を公開しました。スモール LM は1億3500万から17億パラメータの 135M360M1.7B の3モデルが提供されており、1.7B モデルは主要な LLM ベンチマークで、マイクロソフトの小型言語モデル FI1.5 をしのぐ性能を示していて、限られた計算リソースで最先端の性能を発揮することを目指して作られているということで、スマホなどのデバイス上でも利用できるとしています。スモール LM のモデルデータはハギングフェイスで公開されていて、無料のデモがハギングフェイスで提供されていたのですが、バグって使えなかったので、動くデモが公開され次第、このチャンネルの動画で紹介予定です。続いてはマジックアスクの紹介です。 AI ライティングアシスタントのマジックペンは新たに AI を使った検索機能マジックアスクを公開しました。マジックアスクはツールページに行けばログイン不要で無料で1日に10回利用でき、フォームに調べたい内容を入力して矢印ボタンを押せば回答を出力してくれ、回答の読み上げ機能なども実装されています。なお、マジックアスクの画面右上にある言語選択の部分から UI を日本語表記に変更可能です。続いてはメムゼロの紹介です。大規模言語モデルに長期的に記憶を維持する、いわゆる長期記憶を実装するための AI モデルメムゼロが公開されました。メムゼロを使うことで、例えば GPT やクロードなどの LLM はユーザーごとに多くの情報を記憶して、よりパーソナライズされた応答ができるようになります。メムゼロのソースコードは GitHub で提供されていて、メムゼロのドキュメントページでは長期記憶によりユーザーの好みや過去のやり取り進捗状況を記憶するパーソナライズされた学習アシスタントとしての活用法や、顧客の過去の行動を記憶して効率的なサポートを実現する
カスタマーサポート用の AI エージェントとしての活用方法があるとしています。ここからは今週発表された AI 関連のニュースを簡単にまとめて紹介します。まずはメイドバイグーグル2024で発表されるグーグルの AI 新製品の噂です。グーグルは2024年8月14日に新製品発表イベントメイドバイグーグル2024を開催予定ですが、ニュースメディアのテッククランチはメイドバイグーグル2024で発表される AI 新製品を予想しています。それによればグーグルの AI であるジェミニ時代のスマートフォンとしてジェミニを活用した新機能などを搭載したピクセル9シリーズのほか、ジェミニのアップデートで Google アシスタントの機能が強化されたり、新しい AI アシスタントの導入が予定されているとのことです。その他にも Android 15、Pixel Watch 3、Pixel Buds Pro 2などの発表も期待されており、 Made by Google 2024ではかなり多くの新製品が発表されそうです。続いては動画生成 AI クリングがグローバル版を公開予告の話題です。先日中国の企業クアイショウテクノロジーは動画生成 AI ツールクリングを公開しました。クリングは最長10秒のさまざまなスタイルの高品質な動画を作れます。ただツールに登録して動画を作るには中国の電話番号が必要だということで、中国以外のユーザーには敷居が高かったのですが、7月22日、クリングの公式 X が、世界中のどこでもクリングを使いたいですか？もうすぐ、お楽しみに、とツイートしました。ひょっとしたら、近いうちに中国の電話番号なしでクリングが使えるようになるかもしれません。続いては、オープン AI が AI の新しいトレーニング法を発表の話題です。オープン AI は7月17日、大規模言語モデルの出力の信頼性と透明性を高める新しいトレーニング方法を発表しました。このトレーニング法は、強いモデルと弱いモデルを用意し、強いモデルに問題を解決させ、解決方法を強いモデルが理解できるように弱いモデルに説明させるというフローを繰り返す手法で、この手法を使ってトレーニングすると、読みやすさとパフォーマンスの両立が図られ、人間が誤解しやすい間違いの検出能力が向上し、よりわかりやすい解決策を生成することに成功するといった成果が得られたとしています。OpenAI は、この方法が AI の回答への信頼性を高め、AI と人間のより良い関係構築に貢献すると期待しています。続いては、NTT が子ども向けの生成 AI コンテンツを公開の話題です。NTT グループは、2024年7月から、インターネットや通信の知識を無料で学べる子ども向けイベント、NTT ドリームキッズ2024を開催しています。このイベントはリアルイベントのほか無料のオンラインコンテンツも公開されていて、生成 AI などの最新のテクノロジーについて学ぶことができ、難易度ごとにステージが用意されていて、上級ステージには生成 AI でカードバトルに挑戦というコンテンツもあり、生成 AI を使ってモンスターカードを作りながら生成 AI について学ぶゲームも用意されています。続いてはヤフー検索に AI 機能が実装の話題です。 LINE ヤフー株式会社は7月17日、同社の検索サービスヤフー検索において飲食店名を検索した際に生成 AI が飲食店の口コミを要約した説明文を表示する機能を実装しました。8万店舗以上の飲食店が対応しているとのことです。また、カーナビアプリ、ヤフーカーナビの音声案内の声の質と音量を改善し、より明瞭で聞き取りやすく、人の発話に近い音声の提供が可能になったとしています。これら以外にも、ヤフーニュースやヤフー知恵袋など、ヤフー系のコンテンツにはユーザーが実際に触れる部分に AI 機能が実装されたものが多くなってきました。
続いては新聞協会が検索 AI の著作権侵害に言及の話題です。日本の新聞や放送関連の企業、個人で構成される業界団体日本新聞協会は、同協会の公式サイトにおいて検索連動型の生成 AI サービスにおける報道コンテンツの利用について著作権侵害に該当する可能性が高いという声明を発表しました。ここでいう検索連動型の生成 AI サービスというのは、 Google の AI オーバービューやパープレキシティなどの AI ツールだと思われます。日本新聞協会は許諾の取得と対価をサービス事業者に求め、政府に対して著作権法の改正などの法整備を求めていくとのことです。今回のニュースは AI の進化に伴う著作権法の解釈と適用に関する新たな課題を浮き彫りにしています。なお、この動画で紹介した記事やツールなどのリンクは動画の概要欄に貼っています。 AI ツールに興味のある方はぜひ自分の手で試してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。